セゼン・アクスは、トルコのシンガーソングライター、音楽プロデューサー。4000万枚以上のアルバムを売り上げている、トルコ音楽の応募所的存在であり、トルコポップの女帝と呼ばれる。トルコデニズ・リケン・サライ・コイに出生。3歳の時、家族でイズミルに移り、以降この町で育った。高校卒業後、地元の大学で農業を学び始めたが、音楽の道に集中するため渋滞。 1975年に最初のシングルハイディ・サンゼム・ゼルバナをセゼン・セレー名義で発表。この時はほとんど注目を集めなかったが、翌1976年、シングルオルマス・オルソン・ベダム・ダイマスがトルコ国内チャート第1位を獲得した。1978年にアルバムセルチェを発表。スズメを意味するこのアルバム名は以後彼女の愛称となった。 1980年代、アクスは、プロデューサーのオンのトゥンチと組み、トルコの音楽業界で成功を収めた。トゥンチはまた、当時プライベートでも、彼女のパートナーであった。アクスの音楽は1990年代に成熟し、彼女のアルバムで最も売れた作品である、ギルムセをトゥンチと制作した。このアルバムの一曲目に収められている、ハディベコムは、トルコやヨーロッパで、 ヒットとなり、ドイツではシングルカットされた。この時期、アクスはアシュクンヌルギエンギのデビューアルバムサバジェリでプロデューサーとしての活動も開始。その後、同様にセルタブ、エレネルやレベント・ユクセルのプロデュースを手掛け、彼らの成功を後押ししている。1995年にはトゥンチとタモトを分かち、実験的なアルバムエスック・ドッグダン・ユキシリアで、 西欧のクラシック音楽とトルコの伝統音楽の融合を試みた。1996年、この年飛行機事故で亡くなった、うんちに捧げるアルバム、D. ベセレリーを発表。1997年には、ゴラン・ブレゴビッチとのコラボレーションで、喜びも悲しみも、を発表した。1998年、アド・ベンデ・サクルで、原点回帰。 実験的なサウンドを押し出すようになり、続く、デリベレン、元スパークスのベーシストであるマーティン・ゴードンをエンジニアに迎えた、サークス・ウィルマック・ラスム、そして、ヤスビト・メデン、夏が終わる前にのアルバムでもこの傾向を続けた。2年間の休業後、2005年のバハネで復帰。同年はさらに、カルデレンを発表後、バハネのリミックス版も発売。バハネ、 カルデレンと再発されたサークス・イィルマック・ラスムは、この年、トルコで最も売れたアルバムのベスト3であった。この年は、トルコ系ドイツ人のファティア・キンが監督したドキュメタリー映画、クロッシング・ザ・ブリッジ・サウンド・オブ・イスタンブールに出演した。2007年10月7日には、ロンドンのロイヤル・アルバート・ホールで公演を行った。ロイヤル・アルバート・ホールに出演を果たした。 トルコ人のアーティストとしては、ゼキ、ミューレンに続いて二人目であった。アクスは四回結婚し、四回とも離婚しているが、歌手デビュー当時に結婚していた二番目の夫のせいで、あるアクスを名乗り続けている。三番目の夫との間に生まれた息子がいる。トルコの音楽業界におけるアクスの影響力は、2003年にユーロビジョンソング、コンテストで優勝したセルタブ。 エレネルなど他の歌手を支援してきたことによってさらに強まっている。タルカンとの共同作業からは数々のヒット曲が生まれ、またゴラン・ブレゴビッチとのコラボレーションは国外のファンをさらに広げた。その影響はトルコポップだけでなく広くワールドミュージックにも及び、特にバルカン半島やギリシャでの支持が強い。これは1970年代に トルコからのディアスポラがギリシャにやってきた際、彼らによってトルコ音楽の思考がギリシャ国内に持ち込まれ、その中にアクスの音楽も含まれていたためである。ハディス・アレクシーウやヨルゴス・ダラ・アラスといったギリシャのミュージシャンもアクスの影響を語っている。アクスはまたヨーロッパやアメリカでも講演を行い、高い評価を得た。本業の音楽以外でも、 トルコにおける女性の権利、環境問題、教育制度改革などの問題について関わっている。ありがとうございます。